ゆりこさやかです。皆さんこんにちは。イエイ。最近さ、日本だけじゃなくて、もう外国人もやっぱり家にいなくちゃいけないから、もともとあんまりアニメは興味ない方が、その新しいジェネレーションがね、やっぱりネットフリックスのおかげでいろんなアニメが人気になったりとか、ちょっと今回、ちょっと新しいアニメを紹介したいと思います。一番最初はね、まあ、今年は特に盛り上がってたの話はね、一つんですよ。私もコスプレ、コミケでコスプレもしたし、もう大好きな作品だから、まあね、すぐわかると思うんですけど、ヴァイオレット・エヴァーガーデン、ヴァイオレット・エヴァーガーデンです。イェーイ!わー、それはね、ほんと感動した。いや、マジで感動した。最近、イタリア語、英語、まあ、他のの、何語でも、あれ何語でも、翻訳されたらしくて、で、ほんといい作品だったから、やっぱり、すっごく、いろんなイメージとか、動画作ったりとか、アート作ったりとか、まあ、なんて言うと、ヴァイオレット・エヴァーガーデンは、すごくわかりやすいキャラクターデザインだったんですね。まあ、あと、まあ、すごく悲しい、めっちゃ悲しい話なんですけど、キョーニの、まあ、前の夏の、アクシデントがあった時から、やっぱりそれはすっごく外国にニュースになってて、逆にその、ヴァイオレット・エヴァーガーデンとか、キョーニのアニメを見たりの方、ものすごく増えたんですよ。まあ、めっちゃ悲しいのきっかけだったんですけど、逆に、そのアニメ見てから、キョーニをサポートとか応援しましょうとか、すっごく、外国で、多分逆にこの作品知らない人はもういないと思うから、すごく感動しました。本当に。昔のアニメなのに、また人気が出た。で、ネットフリックスにもあげたんですよ。それはブリーチです。そう、なんでキュニがみんなブリーチが好きになったの?え、ちょっとわかんない。え、古くない?とか思う。なんかすごくティーネイジャーから、え、ブリーチ知ってる?ユリコみたい。はって、おい、おい、私の時代だよ、そのアニメ。だから、なんでこんなに人気になったなんだろうかなって、ネットフリックスからニュースになって、そういう、新しいシーズンが出ますよ、とか。で、そのネットフリックスはもう1回アップした。1シーズンから5シーズンまでアップしてて、新しいジェネレーションもブリーチ好きになってたんですね。8番目は、ワンパンチマン。やっぱり、一番最初と同じぐらいになるんですけど、これもネットフリックスのおかげでまた人気になって、イタリア語の本訳したりとか、イタリア語の声優さんに選んだりとか、やっぱりイタリア語になってから逆にもっと人気になった。なぜというと、普通のスーパーヒーローってさ、めっちゃかっこいいじゃん。僕がスーパーヒーローですみたいな感じで、バーッ、ジャーとか、ビームとかしてるじゃん。でも、なんだろう、埼玉さんは日本人っぽい。ものすげえ日本人っぽい。日本人だからめっちゃ日本人っぽい。それは逆に好きんですよ。やっぱりそのオーバーリアクションじゃなくて自然なリアクション。うん、そうなんだ。ん?今戦うべき?つまんない。とか、ほんとそうだねって思ってて、で、やっぱり外国にもその日本のカルチャーとか日本のポップカルチャーは最近は前よりもすごく人気になってて、やっぱり本当の日本人の顔を見たい人がすごく増えた気がする。だからその、まあネガティブとかポジティブは関係ずに、やっぱりいろんなところを見たいと思ってます。アグレスコ。イェーイ!アグレスコ!イェーイ!なんかすごい私も好きんですよ。セクハラとか、パワハラまでの、その可愛いハロキッティみたいのキャラクターなのに、そういう真面目な話してるのは面白い。で、外国はそういうに関してはすごく真面目な感じするから、アグレツコからそういうことを並べて、あ、こんなもんですねって、なんか、勉強になるんですよ。あとは日本の会社に働きたい女の子とかにも、やっぱりそれも勉強になると思う。あと、みんな、誰でもアグレツコだよ。ほんとみんな誰でもアグレツコ。すぐまっすぐ言える人はすごく少ないし、やっぱり言えないとこものすごく多いから、怒りたい時にやっぱりデスメタルですよね、完全に。それがものすごく好きで、やっぱり面白い。そのオリジナリティがあるから面白い。
で、本当に本に好きな方はやっぱりポジティブとネガティブを両方見たい方が多いと思うから、すごい、レッツゴーはね、Netflix で爆販しました。今出てる作品じゃなくて昔の作品でも人気になってる、それは Ghost in the Shell、昨2045年新しいアニメだってて、アニメーションはトレーディーなんですけど、あのね、ここはもうニュースんですよ。デザインみんな知ってる、有名な外国の有名なイラストレーター、イリア・クズノボッチ、ここはあれちゃん呼べるかな、イリア・クズノボッチイリアさんごめんなさい、ロシア人じゃないから全然その名前言えない。ちょっと今回なんか次にピロシキジを呼ぼうかなで、イリアさんはね、ものすごくちょっと面白い話っては、初めてコミケに行った時に CD を出したじゃん、ゆりゆり革命アイドルの時代、その時イリアさんもいましたんですよ。うわー、すごくない？もうコミケからもう完全にアニメーターの世界に入ってるのはやっぱり外国人の中でもう誰でもの夢ですよ。でも日本人の中にもそうんですけど、多分外国人はそこまでなれるのかってすっごく大変さがものすごくあると思う。ビザとか言葉とか、まあ、文化とかね、いろいろあると思う。なのにこのイリアさんが届いた、だからそれ、まずはそれはすっごく外国盛り上がってた、なんかすげえ爆破になってた。え、嘘、ちょっとゲームデザイナー外国人、やっぱりそこはね、安心してる人と逆に喜んでる人はいる、両方外国人でも。ザナギさんが超大好き、いつかコスプレやりたい私の夢なので、ぜひパティアの方に応援してくださいそっちはいつか届くようにしたいなって思う Your Lie in April、 これはね、まあ私も見たんですけど、すっごく悲しい、なんだよ、甘い愛っての物語ですよね。あのこのアニメ人気になった理由は、まあそもそもストーリーだからんですね。なんだろう、多分特にエディティング、エンディングはみんなびっくりさせて、なんだろう、トラウマね、トラウマになって逆にみんなワードになった、なんかとにかくこれを見て、え、なんで、いや、とにかくこれを見て、そういうドラマのアニメカテゴリーの中は一番になってるんですよ、ネットフリックス、外国のネットフリックスの方は。だからすごく、なんだろう、あとちょっと日本っぽくに見えるんですね。なんか学校とか、まあいろんな話はね、そのピアニスト、完璧なピアニストになるまでとかは、その日本の厳しさとかは感じる気がする、すっごく。ジョ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 、うんうん、絶対、あ、これあとは、なんかジョジョはね、あのね、若い人たちに実はどうやって人気になったのは、私はね、私の感情なんですけど、 TikTok から気がしてました。やっぱりアニメの、特にアメリカンはね、いろんなネータ、ジョジョのネータを作ってて、なんだろう、お前も死ぬがとか、ダダの、なんだっけ、ドドドドドドドとかの絵文字とか、あとはポーズとかは誰でも知ってるとか、なんかスタンドって何、やっぱりジョジョですよね。で、ジョジョは特に、まあヨーロッパとかイタリアの話すると、やっぱり語文、その弁当アオレオに出てからすごく人気になった。やっぱり自分の国だからもっと見たくなるし、逆にそれのおかげで日本人の観光地の人がすごく増えて、イタリアにもね、ジョジョのコスプレしに行ったりとか、なんかそれはね、やっぱりイタリア人喜ぶんですよ、それは。はい、誰が似てる？キルラキル、そう、まあ多分グルラガンからキルラキルになったと思うんですね。両方はもう一回人気になって、ネットフリックスで、でも特にキルラキルはね、ちょっとセクシーシーンが多くないじゃん。だからいろんな国はチェンソレでしてる気がするから、まあ世界中って言えないけど、まあそもそも外国に人気アニメだと思うんですよね。うん、でもやっぱりアニメーション、キルラキルのアニメーションはすごくディナミック、ディナミック、
なアニメーションだからすごく人気になったと思うし、でガンニデリアというのをオープニングしてたのグループはね、外国はね結構人気がするから、それもの陰でやっぱりみんなタナナ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 ナっていうか、私はメリアさんの CD はね2枚がもらってて、昔から知ってるんですよ、踊ってみたの世界。そうだから、そのそのねネイタとかなんかつながりやすいアニメじゃなかったかなと思います。ドロヘドロドロヘドロドロドロヘドロ、なんか全然それはね、でもこのアニメはやっぱりイタリアではなくて多分アメリカだと思うんですよ。ネットフリックスにもう一回盛り上がりました。ビスタースですよ、最近はものすごく人気になってるんですけど、まあこれはちょっと置いて、ビスターめっちゃいいんですよ、めっちゃ面白い。やっぱり動物なんですけど、めっちゃ人間感情は、確かにこれは1番2番目かもしれない、外国イタリアでもアメリカでもすごい大人気になってたのアニメは多分ビスタースだったね。確かにそれはごめんなさい、忘れそうだったんですよ。デスノートもう一回人気になってるんですね。そうで、それは若い人たちもデスノート好きって言ったりとかしてて、ちょっと待って、私デスノート見た時に12歳だから、お前はどうやって見たのって思ったら、ネットフリックスか、さすがだよね。デモンスレイヤーズ鬼滅の刃、ザー来たー。なんで私もね、一番最初はなんでこんなに人気になったのはちょっと正直わかってないんですけど、多分今日本に住んでるから、そういう侍、そういうなんだろう、昔の話とか鬼の話は全く興味ないわけではないけど、確かに慣れてきた気がする。もういるからって思って、でも確かに一番最初に日本に好きになってたのきっかけは犬夜叉だったからね。だからまあ簡単で言うと新しい犬夜叉みたいの言い方もある、失礼かもしれないけど、多分新しいジェネレーションだとそれ、ほんとそれ、そういう鬼、昔の日本服、日本の話はすっごく外国に盛り上がってて、でなんだろう、まあアニメーションものすごく綺麗だね。確かに私もそう言うんですよ、なんか初めて鬼滅の刃を見た時に、そういう日本っぽい和風みたいのアニメーションとか色とかものすごく好きで、私はね結構鬼滅の刃はストーリー自体はちょっと別にって思うんだけど、キャラクターものすごくいいと思いますね。私の好きなキャラクターはね、わかりやすいと思うんですけど、伊之助さんです。まあね、頭薄いし、めっちゃ好き。でもやっぱり伊之助とかジェニッツとか、まあ炭治郎もね、なんか他の少年に違って、ちょっと特殊なポイントがある気がする。このリーサの記憶がものすごくいい。なんかすげえ気持ちが、ごめんなさい。すごく気持ちが入ってくるんじゃない？もう誰でも知ってる。強く、なれる僕の信じてとか、はい、ということでこれは新しい2020年アニメランキングでした。イエーイ。で、聞いてた通り昔のアニメと、まあ、結構最近のアニメはちょっと今勝ってるんですよ、まあ、ずっと家にいるとさ、で、ネットフリックスはなんか昔のアニメもう一回アップロードしたら、新しいジェネレーションってさ、なんか興味持つじゃん。だから、なんかそう、今はなんかちょっとミックスな感じする、すごく。で、それが面白くて、だんだんにアニメはどんな形になるなんだろうね、ちょっと楽しみです。はい、皆さんはどうと思いましたか？びっくりしましたか？他のアニメとか人気、これは人気は聞いたことあるんですか？とかあればぜひコメントしてください。まあ、やっぱりね、アメリカ、ヨーロッパ、アジアはね、全部それぞれはちょっと違うから、そのランキングもね、やっぱり私の知り合いとかネットとかちょっと調べて、まとめたと思う、まとめましたなんですけど、間違ったら申し訳ないです。まあ、多分、まあ、これだなって思います。はい。ということで、あとはいいねしてもらって、この動画をシェアしてもらって、あとチャンネルを登録をしてください。はい、また次の動画へ会いましょう。チャオ、バイバイ。